結構もう機材が全然違うんで、うん、だからもうそこは気をつけなくていいんだ、はい、と思って、そんな楽な。この番組は有料配信であることを隠れみのにした公共性は低く、聞く人を選ぶけどその人たちの生活に欠かせないトーク番組です。最近またアフレコ大勢でやるようになりましたからね。らしいね。どれぐらいでやるの最高は。8人とかは聞いたけど、はい、でもやっぱり全部はやんないな。ガヤどうやってんの。別、ガヤ班別とか。ガヤ班、うん、まあ、人数が多い時にガヤも取っちゃったりするとかね、足してとかプラスしてとか、うん、前みたいにやってんの。比較的前みたいになりました。うーん、何人かかけてる状態でやるみたいな。ガヤ好きなこと言ってもいいようになってんの。ガヤは好きなこと言ってもいいようにはなってます。あ、じゃあいいね。適切なことを、怒られなければバレないようにやれば大丈夫です。何言っても。なんかやっぱり数年ぶりに集まってやってるから、うん、みんなマイクワーク忘れてて面白いっていう意見を聞きますけどね。入れないんだよ。入れなかったり譲れなかったりとか。まあ、あともうバラバラに撮ることがもう慣れちゃってる人とか結構多いんで、うん、ね、だから自主的にこうやってやっちゃうんだね。そう、自主的にもうなんか抜きにしちゃうパターン多いですね。なるほどね。まあ、それはあるかもしんない。そのこのタイミング、この数年にお仕事始めた、うん、あのキャストもだけど、スタッフさんもやり方忘れてるね。ミキサーさんとかもね、うん、知らないから。あ、そうかそうか、とかっていうのもあるらしいですよ。あいつなんでかぶってくんねん言うてるかもしれんね。タバックの人うまかったなあれな。まあ大人数でやってる作品多かったですからね、うん、昔ね。筋肉マン2世の時の人めちゃくちゃ上手だったね。2世って誰でしたっけ。あの昔からいらっしゃるあの人、池上さんがめっちゃいい人で、池上さんだった。超ベテランだもん。あの人もいいよね。めちゃくちゃでっかい声出す。スラムダンクも池上さんでしたね。そうだね。昔怖かったですけどね。怖かったですね、うんうん、めっちゃいい人やねあの人。で、あの後継いだ人もちょっと太った人めっちゃ上手やった。誰だろう。川崎さんかな。名前は全く俺は覚えられないね。でも超上手だからすごい。今ね女性のミキサーさんも多いですけどもね。あ、そうなんだ。うんうん、タバコ関係ね。あれ難しい。4本できる。できるって言われた。アホみたいにちっちゃい声で喋るやついてるやん。俺はもうタバコ育ちやからもうめちゃくちゃ張るやないですか、はい、うん、もうだできるあれ。違う事務所から来たやつでも何にも聞こえないぐらいのセリフ喋るやついるじゃん。知らんけど。できる俺と一緒に。俺多分一番端から向こうの端まで音出ちゃうよ。だって。あ、そう。できるあれ一緒に。まあいろんな方がいますからね。でもマイクに実際乗ってその放送を見たらしっかり、うん、撮れてるじゃないですか。もちろん。機械が違うんでね、昔とね全然もう本当に撮れる幅が、前はこっからここまでが一番適正で撮れますよだったのが、はいはいはい、こっからこっちもこっからこっちももう演技の幅。そうなんですよ。ノイズも乗らないの。撮れるんでしょ。撮れちゃったりするし、前だからこの中で全部喜怒哀楽から大きい声からちっちゃい声もやってたんですけど、うんうん、でもリアルにちっちゃい声出したら、うん、それ今拾えないよそんなのって僕もやっぱ言われましたから、ね、昔はね、うん、でも今はもうここも取れちゃうしここも取れちゃうんで、でかい声出してもそうなんですよ、ちっちゃい声出しても成立しちゃうんで、ここからここまでが表現の幅になっちゃう。こうなっちゃうと俺はすごくノイズが気になっちゃうんだけど、ペーパーノイズもそうだけど、だから気をつけてくださいにはなりますよね。あ、それは言われんだやっぱり。言われます言われます。足とかどうしてんの。ノイズ気をつけてくださいとは言われますね。ただまあ取れちゃうんで、おそらく抜けんの後で抜けます。喋ってる時も意外と若い子の方がその足ズドンズドン系のノイズとか出してる人、うん、意外と喋りながらこれ入んないのかなって思ってるんだけど NG にはならないんですよね、うん、結構もう機材が全然違うんで、うん、そこは気をつけなくていいんだって思って、はい、そんな楽な。まあ、現場によると思いますよもちろんね。そうですね、うん、まあ、スタッフさんの技術もあるし、使ってる、ミキサーが入ってるとやねや、使ってる機材だったり、喋り手とそのマイクとかその機材の相性もあると思うし、もちろん、じゃあマイク入るときにさーって入るか、それでなって言ってもこれ取れんの、さーって入るか、さーって入るかは加工、うん、も多分入ってました。昔から多分それは聞こえてたと思います。それ抜いてくれんの。抜いてくれるかもしれないですけど、そうですね、それ大丈夫なの。さーって入るかそれでなってやったら、うん、
多分ダメ出しの時にさーて入るかっていうのは言わないでもらっていいですかって多分言われる。それは言われるんや。そう言われます、現場によっては。それでな、できない。ああ、それはできない。その下牛、うとうしいかやめてくださいって、うん、絶対言われるでしょうね。それは言われるんや。抜けるけど。抜けるけど。若さん想像してみてください。うん、ああ、怖いね。若さんの現場でそれやって。はっきり言うね。小野坂、うん、さーて入るかって、それ何それなんだって、まず聞かれるじゃん。いや、おもろいとこで、ね、じゃあ、それやめてって。面白くないから。言わずにやって。やめる方向で行くの、うん、そしたら、自分ら面白くなくなるよ。うん、いいからいいから、いいのやって。じゃあ、言わんとくわ。うん、っていうやり取りが。で、それで、面白いやり取りが。面白いやり取りがあって、うん、ああ、そうだねっていうふうに、僕は面白いなと思って見てるけど、うん、もう、新人とか不可解なものを見る目で。こいつ無駄に時間使うって思う。そうそうそう、アザゼルさん撮るときやったら OK やけどな。ずっとやってたね、うん、それはやってた。いかに現場に長くいたいからだったからね、あの時はね、面白いから。すぐやって終わっちゃうのもすぐ。すぐ終わっちゃう。みんな上手だから。つまんねえだろ。だろあれ。いかに揉めるかが面白い。おい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 っていうのがおもろいのに。これ別撮りにしてくれへんのっていうふうに、ね。おもろいね。ああそうこれだわ、入るこれまで。そうそうそう、このまで。入るんだったらやってごらんよあんたがさ。これぐちゃぐちゃにかぶってますけど、いいからいいからっていうふうにずっと言われてましたから、あの時はね。3人バイク同時にわーっと喋ってるの。いやいや、音の量違うじゃん。全然関係なかったですからね。だって台本が3段になってて、3段分のセリフをそのまま、いいからやってみて、抜いた方が絶対いいって。でこっちから言うから、ね、もう一回だってさ、もう一回やれって言うじゃん絶対に、お前。だからいや、ちょっと別々に撮ろうや。って言っても、そうじゃあやる か一緒にやって慣れといてって言うの。一緒にやってる臨場感が欲しいっていう監督の意向なんですよ、ね、水島さん、うん、あ面白かったですね、面白かったね。うーん、そんなんないねや今。そこまでまだ生まれてないんじゃないですか、うん、ガヤで悪口とか言ってたら全部ノイズとして抜かれてまうんかな後で。より立っちゃうからね、まあ、立たなければその悪口が立たなくできる。いや、それやれよ。なんで聞こえるように言うんだよ。悪口は言うたらあかん。そうだよ。そもそも言ったらダメだよ。それ楽しみで言ってんのに、ガヤなんて。ガヤ？はい！ってすぐ立つからね。ガヤになったら。面白いもんね。ね。やりたくてしょうがない。面白かったな、本当に。本当に面白かった。ドラゴンボールの時のガヤは本当に柳さんがめちゃくちゃで、もうすごい面白かった。僕もう疲れちゃったよ、早く帰りたいのに。ずっとぼやいて、どこでも言えましたよね、柳さん。ずっとぼやいて座って、帰っていい、まだダメです。あ、そう、やってんの、早く帰ろうよ、みんなでやってさ。なんてこれ長い時間やったってしょうがないんだからさ。俺たちだけに聞こえるトーンで喋る、笑わそうとしてるんですね。あれすごいな。面白かったですね、あれも。じゃあカットできんだ今は、後ろでぼやいてるの。っていうか、まあ後ろに座って喋ってたらそんな拾わないかもしれないですね。でもたまに大きい声出しはるやろ、拾えみたいな声出すやんか。それ拾っちゃったやつはもう多分あとで消すでしょうね。消すんだ。あとはもうどっかループするか。うーん、もしかしたらね。だから長時間とはされんねや。うーん、まあ、しばらくガヤ撮るの本当困難でしたからね。ワンピースとかも相当大変だったみたいですからね。ワンピースなんかガヤ命なのにね、うん、あ、どうやってキャラクター多い作品、どうやってやってたんだろう。戦いのシーンとかどうやってんすか、あれ重ねんの。多分ガヤを一人ずつ入れて重ねてた、重ねんの、まあ、最低人数とかでやるんじゃないですか、やってたんじゃないですか。昔はね、昔はねっていうかコロナ禍の時は。うん、今はどうしてんだろう。誰かが戦ってるからちょっと控えなきゃみたいなことあんまりできないね、じゃあね。ん？もう戦いのシーンとかってみんな戦うからオラーってなっちゃって、なんかリアリティなくなるじゃないですか、うん、ちょっとやられ役とかもいるじゃないですか。 はい、あとぼっとしてるやつもいます、みたいなこと考えながら、いやこっちでめっちゃでかい声出すんやったらちょっと控えてなんか言うみたいな、やらなあかんかったじゃないですか。そうですね、その臨機応変なくなるね。ずっとやりっぱなしみたいな、うん、己一人でなんかをやるちょっとバカになっちゃうね。いや本当しんどかったですよ。たまにやっぱりそのガヤ足んないんで、うんうん、今いる方だけでお願いしますって、うん、2人しかいないね、やりづらいよね。やりづらいっす。大変だろうな。負けたらなんかあかんみたいな気持ちになっちゃうからね。
そう言うことそんなないんですよ。ないからね。でなんか事件現場にいる野獣馬の声みたいなのがあって、なんだなんだなんだって言ったらもう終わりだんで。何やったの？どうした？一人で何役もやんなきゃいけない。サムと下がって。あの黄色の服の人か。え、なんで？あ、口から火が出てるな。煙が出てるな。どうした？口から火が。警察は？とか、もうそんなこと誰に言ってんのか分かんないことを延々ループするしかなくて。そんな人いないのにね。そういないし、やっててこれ違和感あんなと思いながらやってるから、終わった後何の達成感もないし。そうなんだね。気持ち悪くなっちゃうんだな。気持ち悪くなっちゃうんですよね。いっぱい。9月18日更新分のおしゃごは、神谷君が冷房で寒いようなので座る位置をちょっと変えました。コロナ明けのアフレコ事情について話しています。柳さんがガヤでずっとぼやいてた話、昔の話ですね。します。席を変わったことで小野坂さんが沖合さんの台本を見て何かに気づきます。あと殴られます。殴ったわけじゃないです。スーパー貴公子 M では小野坂さんが勇者ライディーンと気で戦います。途中で一瞬兜浩二が出てきます。坂さんよく気づいたな。メールから旅行の話をしていますが、小野坂さんが昔体験をしたつめつめハワイ旅行の話もしてくれました。アメリカのね、鳥の量はもう異常ですよ。番組後半で以前生配信でやったおしゃごに関する疑問に関するメールを紹介しました。小野坂さんがムーミンののんのんについて初めて聞く話をしてくれます。ラスト、急に全員黙りますけど僕らは聞こえてます。動画の視聴と高評価、チャンネル登録よろしくね。星4つ。